パトリック・バウムは、ドイツ出身の卓球選手。左シェイクハンドウラウラ全人ドライブ主戦型。2010年10月時点で、世界ランキングは22位。2000年スロバキアのブラチスラバで行われた、ヨーロッパユース選手権カデットの部で、団体優勝を果たした。2002年モスクワで行われた、ヨーロッパユース選手権のダブルス、団体で優勝。2004年に、 ハンガリーのブダペストで行われたヨーロッパユース選手権ジュニアの部でベスト42005年チェコのオストラバで行われた大会では準優勝を果たした同年オーストリアのリーンツにて開催された世界ジュニア選手権の男子シングルス決勝で日本の水谷淳を破って優勝したシニアの大会では2007年のセルビアベオグラードで行われたヨーロッパ選手権の 混合ダブルスでベスト8、2007年クロアチアのザグレブで行われた世界選手権個人戦、2008年講習で行われた同団体戦に出場している。ジャパンオープン、小木村杯2009位和歌山の男子シングルスでは、オフチャローフ、シュラガーを連覇して決勝へ進み、決勝でも、 世界ランク14位の5ナオギンに敗れたものの、セットカウント4から3と検討した。現在は、フランスリーグのポントアーズでプレーしている。比較的ティモ・ボルトに似た、プレースタイルであり、前陣での打点の早い攻撃が得意。しかし、上記の世界ジュニア選手権を制してからは、技術面での伸び悩みか戦績はやや停滞気味。ありがとうございます。